はいどうも、タクタクです。開封の廃墟、はい、実況プレイやっていきたいと思います。前回ちょっとやられちゃったところで、今ちょうどね、亡霊くん、亡霊くんでいいんですかね。あの、は、ハマってくれてるので、ちょっとまたここから行きたいと思います。じゃあ、早速行きますよ。せーの <laughs>。逃げれ間に合うかな。せーのっ。急げ急げ急げ。で、こう来て、はい、来たーはい来たーこれで、この後、こっちに逃げれば、いいんじゃないのいいんじゃないの いいんじゃないのふぅ、来たーここからここからもう追かけてこなーやったーで、これ何を手に入れたのえっと、ベッド、あ、違う違う違う。ベッド2階の鍵。ただのはにベッド2階と書いてある。はいはい。まあまあ、なんとなく場所は分かってはいるつもりなんですけど、そうちょっと記録ができればしたいなっていうのがまあ、<laughs> 本音ではある。が、どっか記録する、できそうなものは、なかったから、素直に、じゃあ、こっち行きますか。確か封鎖され、あ、これこれこれ。たぶんここだよね。ほら、来たーどっかの鍵。ここはなんだおなにこれハンマーじゃないハンマー的なやつじゃない大型の金槌ああれだ、壁壊すって言ってたのがどっかであったな。うんこれは使えるかも あ、うん。そうだねさっきの亡霊もこれで一発と町本さんん何大丈夫ううんそうは思えないけど何か悩んでることでもあるのどうした厨房でのことあやっぱりショックだったよね 大山くん平気なのだってあの人、あんな、平気じゃないよ。あんなことの後だからね。でも今は行動をやめちゃダメだと思う。だから。もう、無理だよ。一階の扉は開かなくなってるし、幽霊みたいのも徘徊してるし。松本さん。ごめん。 酷なことをお願いするね。辛いかもしれないけど、それでも立ち直ってほしい。できることなら今すぐに。ごめんね。ここ出るためにはどうしても心を強く持っていないといけないから。ここ出るうん。今拾った道具も試してみる。価値は、あ、えー、価値はありそうだしね。こうして行動を続けていたら何、なんらかの出し奏法が見つかるんじゃないかな。 本当に出られるのかなえもしかしたらあの人が言ってた通り、もう、ここから出られないんじゃない町本さん、逃げ切ることなんて不可能で、そして、いつか捕まって私たちもあの人みたいに。怖いの。本当は扉の向こうに道なんてないのかもしれない。そんなことないって打ち消そうとするけど、どうしても否定しきれない、えー、否定しきれなくて。 うん、怖いよね。まあ、実際その可能性はあるし、完全に道が塞がっていたらその時は諦めるしかないだろうね。そう考えたら僕だって怖いよ。やっぱり怖いよね。見たくない事実があるかもしれないのに、そこに向かって進むのって。でも、扉の向こう側がどうなってるかなんて開けてみないとわからないからね。なんか人生訓を解かれてるみたいだな。 それは、そうだけど。僕はね、なんとかして家に帰りたい。冷蔵庫には楽しみにとっておいた大福があるし。大福うん。生クリームと濃厚なブルーベリーシロップをふんわりと包んでるものなんだ。ああ、あるね。生クリーム大福みたいな。最近ありますよね。しかも、小さなブルーベリー味の 柔らかなグインが入ってて食感も独特らしいんだ美味しそうその顔美味 <laughs> しそう町本さんもここを出てやりたいことってあるんじゃないうんまだ読んでる途中の本があるし行ってみたいところだってあるけどここを出ないとできないことが元の世界にはまだまだたくさんあるだから僕は出口を信じて頑張ってみたいんだ町本さんはここを出たい 出たい。僕もだ。よかった。諦めたわけじゃないんだね。うん。どうかな。もう少しだけでも一緒に頑張れないかな。うん。なんとか頑張ってみる。よかった。じゃあ行こうか。うん。よし行こう。行くぞ。行くで行くで行くで。<laughs> く <laughs> な、なんだこの衛星関西弁は。よし行こう。調べつつ、調べつつぎけど無駄かな。えっ、ー、と、金槌大型の金槌それなりの腕力が必要。なるほど。そういえば、大山君の状態とか。攻撃力は16なんだ。うん。あ、一緒か。 わちもとさんと同じだ。みーちゃん。みーちゃん、攻撃力16。あ、防御力低いね、やっぱりみーちゃん。<laughs> まあいいや、行こう。行きましょう。行きましょう。おーびっくりした。びっくりした。<laughs> 誰誰ってさっきからいる人か。はいはい。待って何か知ってますよね ここは何なんですかそれに、あの幽霊みたいのは何一体何って俺の感想が出ちゃった。あれらには捕まらないように気をつけて。捕まったらどうなるんですか取り込まれて、意識を持っていかれるわ。意識を取り込まれた人は、あれらの呪縛で動くことも話すこともできなくなる。そうなった場合、自力では二度と元の世界に戻れなくなるわ。あれは幽霊なんですよね。 だったら元は人間の技なのにどうして襲ってくるんですかあれらは人のような形をしているけど根本的には人間じゃないわじゃあなんだえ人間じゃないあれらは行くあてのなかった悪い感情や恨み憎しみあ苦しみかそれらが集まってできた呪いの集合体なのと言っても取り込まれた人の意識はまだあれらの中で、えー、囚われている そういう意味では元人間、元人間と言えるでしょうね。でも、あれらに取り込まれている以上、今は人を襲う呪いでしかない。いい。あれらは見境なく人にしがみついて取り込もうとする。だから、もう一度言うは、絶対に捕まってはダメよ。だったら、出口を開けてください。 ここから出してください。ダメよ。なんでやね。なんでそんな。助けてください。お願いします。他に頼る相手がいないんです。私だって、そうしたいわ。助けてあげられるならとっくにそうしてる。どういうことですか待ってそれにこの建物、一階の扉が下の扉ならもう大丈夫。 もう呪縛は消えたから。ま、待って、まだお、行けるようになったのか、これで。町本さん、今の人はわからない。でも前に幽霊みたいのを追い払ってくれたの。そうなのもしかすると、ここにあったお札、置いたの、あの人かもしれない。じゃあ、あの手紙はあの人、今の状況を把握してる気がするの。なるほど。 ただ彼女の言い分だと僕たちはここから、あ、僕たちをここから出すわけにはいかないってことかな。どうしてなんだろう。と言ってもあのお札がなかったら僕たちどうなっていたかわからない。確かに彼女も迷ってる感じだったね。うん、複雑な事情があるのかも。もっと話し合う必要があるね。そうだね。もしかしたら気が変わるかもしれないし。そっか。それに、一階の扉も開いてるって言ったし、言ってたし、確認しに行こうか。 よし、これで、いける。けど、下に降りたらまたあいつが、彷徨っていて、ゲームオーバーになったりしないよね。しないよね。本当に、しないよね。いやー、行きたくねえな。ちょっと、なんか他に取り忘れてるものとかないですかね。うん、なさそうはなさそうだけど。いいか、行きますかなかあったらカットしてまたやり直すしかないよね。よし、そうしよう行きましょう行こう,行こう、行こう。 とか大丈夫、大丈夫でありますように。あ、てか3回行けんじゃないあ、2回しかないのか。こっちからはいけないのかなうん、いけないっぽいね。しょうがない。こっちから行きましょう行くぞー。トやいないオーケー、いないトや、いないね。こっちは。お、お、いない。 よしちょっと慌てててこっち見てなかったんだけど他になんもないかな何もなさそうはなさそうなんだけどねないかないね動かせないのこれ動かせないかよーし包丁じゃないこれあっダかよし行きましょう行くぞこっちだよね ここには記録できるんだ。何も出るなよ。よーし。おし、持ってきた戻ってきて、3階だよね。あ、どうしたお、どうした大山くんどうかしたその、トイレに行きたいとこじゃ、あ、違った。さっきはごめん。どうかしてたよ。いや、いいんだ。こんな状況だから幼音が出てしまっても仕方ないと思う。 私、大山くんがいなかったらきっと諦めてたと思う。それは僕も同じだよ。この状況で、ここに一人きりっていうのは正直きつ,きついからね。ありがとう。大山くん、私、最後まで頑張るよ。もう、諦めたりしない。うん、わかった。僕も諦めないから一緒に建物を出よう。おー <laughs> 小さいよ、声が。<laughs> すげえ声ちっちゃかったけど。 字がちっちゃいのか声がちっちゃいのかまあわかりませんがこっちにはいけない四4階もあるってことかどっかで記録できなかったっけそれ別にさっきしたからいいんだけどあれどこだったっけなこれがああこれがあれね院長がおかしいうーん どっかの記録できなかったっお,おマジかよ <laughs> <laughs> はい。というわけで、今回はこの辺で切りたいと思います <laughs>。次回は、はい。あの、3回の例のハンマーが使える部屋からお送りしたいと思います。また明日ご覧ください。はい、ではまた。